になったらまずやらなくちゃいけないのは手を外すこと。いいよ、グッとやってごらん。手をどうやって外すか。答えはロックしなくちゃダメ。僕は何かやった、コンタクトが今ずれました。大丈夫大丈夫、はい、大丈夫です。答えはここはクロスしなくちゃダメだよ。逃げないでですよ。そうするときにリコはどうやって返す。手を外す。外したら、外した、そうした時には、はい、胸を張る。胸を張れば、はい、胸を張ったらもう体は取れないから手を。その時に、今度この時にはここでもいいから、ここでグリグリってやる。ここをグリってやる、はい、グリってやった時にこの足を取る。はい、ほら、体はそこは絶対耐えなくちゃ。はい、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 あとこういう、ね、はい、こういう、みんなこういう体勢になった時に逃げられなくない。はい、この時にここをこっち来て、で、ここあるじゃん、ここで、ここあるじゃん、ここで、こうなるんですか。ここ、こうなると同じ、ここでいいですね。手取って、手取って関節こうなるじゃん。これ絶対もう取れない。どうなるの。重いを取る、取るじゃん、多分簡単に取れるだろう。そしたらもう浮き上がる、浮き上がっちゃう。今、どうしたんですか。いいよ、いいよ、向き合って。これ今汗で滑っちゃってる。多分この手が取れない、取れなかったらこの肘とか。いや、もう入ってます。うわぁ、すごい。あとは別に逃げなくてもね、取れちゃったこの上だから。これホール乗れてる。ホールとやってるの。これで、この中でこうやってやっちゃった時にこうやればいいだろ。わかる。グッて大きい、わかる。お尻を出す。そしてこう足がもう外れるから。でも私が大きいから多分外れるんだけども、ちっちゃい人だから、こうやる。で、もうクラッシュして後ろ。その時に、このところをこうやる、これで。自分はここからどこか抜かなくちゃいけない。で、こっちに持ってくる。そしたらこれが一番、この体勢が一番もう何もできる。この人もうこれで終わり。ただいまに関節が立ってた。これで終わり。これ多分逃げない。はい、逃げない。そこは重心を抜きます。そうそう、そうするとね、ここがもう上げちゃうから。そう、そこで、そしたらもうちょっとで下に沈む。一回で手に行って。えぇ、じゃあ、
よ。え？もう飲んでた？だったら手だけが動いてる、はい、こうわざと動いてる、はい、もっと早く